もうこれはもう本当にセンスがないと思ってください何も学んでないはい、えー、岡田です、えー、パン君の実録ですね、えー、ちょこちょこ連れ出しはできるようになってきたあ感じみたいですね聞いていきましょう,、うん、ういすいません、すごい綺麗な靴だなと思うんですけど靴、青いですよね <laughs> 靴もです、靴も

それ、本当に本当に他の人はいたらなんか足元だけすごい目立ちそうじゃないですかね、うん、かそれそれ、はい、すごいなんか <laughs> 綺麗な人がなんかすごいいいなと思って、まあ、めっちゃ頑張ってこういう方何,何されているところですか今、買い物ですかあ本当じゃあ、ちょっと買い物で使えてないですかね買い物でそろそろ使えないです <laughs> 買い物で使えてくださいと <laughs>

あの自分でもおぼつか相変わらずおぼつかないですっていう風に書いてくれてるんですけどまあ,あの初期の頃の添削と同じようにそのまあおぼつかなさのねあの可愛らしさっていうこうこいつやばいやつじゃねえなっていう良さっていうのをちゃんと伝えられてるそこがこうなんて言うんでしょうねこう一つの武器になってる、うん、なりつつあるっていう。 僕はパン君の、パン君、まあ、みたいなタイプの方ですよね、ちょっとシャイで、なかなかこう、タたたンとこう、なんていうんでしょうね、こうナチュラルにまくし立てるっていうか、力でこう会話をかみ合わせていくっていうところが、ちょっとこっぱずかしい、やりづらいっていう人にとっては、僕はすごくいい形のアプローチだと思うんです、全体的な雰囲気として。はい でえーとまあ、もちろんこれからどん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 よくしていかなきゃいけないんですけどあのーまあ、パン君のできる範囲で発声は頑張っていると思いますはいあのーえー、ちょっと言葉が難しいんですけど、えー 連れ出し、もう本当に安定した優位性を与えた安定したアプローチっていうのを考えたら、この発生じゃダメなんですよ。うん、もっと、こんにちは、こちっていう風に入っていかなきゃいけない。しっかりと、うまあ、しつこいけども、空気、息を乗せて、息を出していく、息に音を乗せるっていう。 声出しをしていかなければいけないんだけども、でそしてその後にこに展開ができないのも、この声のスタートっていうのが一番の原因なんですけど、あのただ、最初にも言ったように、彼のちょっとおぼつかないところで、えー、そこを使っていくんだったら、まあ、なしっちゃなしかな、ただ、その代わり、こういうタイプはもうこうでは徹底的に詰めなきゃダメ うん、パッて見てあ素敵って思わせるぐらいのルックスじゃなくてねコーデの完成度っていうのはその、ま、コーデの完成度っていうとそのめちゃくちゃおしゃれになればいいのかって捉えがちなんだけど経験値浅い人はそうじゃなくってちょうどいい感じのこなれた整え方っていうのを完璧に整えるっていう意味ねをやっておくと、あのー、やっぱりこう 女の子から見ると、コーデって口ほどにものを言うというか、すべてを表すんですよね、女子から見ると。その人の人生、その男の女性経験値とか、どういう友達がいるとか、全部を指しちゃうんで、そこをしっかりといつもきれいにしとくっていうところがコンビだね。うん、まあ、それをやっておくに越したことはないんだけど、どんな発声をするにしても。でも、この発声でいくんだったら、その代わり、じゃあそこで。 ちゃんと強化しなきゃダメってことね。より。うん、すごい綺麗な靴だなと思う。靴。あおいや、ね <laughs>、靴もです。靴も。今いですはい。<laughs> ここの雰囲気はすっごくいいとこだと思いますよ。うまいと思いますよ。あのー、まあ、靴から入ってて、靴もです。靴。あ、ごめんなさい。失言しちゃったって、これ。もうちょっと元気よく言いたいんですよね。本当は。はい。だから、やりたいことはわかるし、合ってるんですよ。 女の子伝わってるしねちゃんと。あおでと <laughs> あの靴も靴もなんです。あもうじゃあまあもう出現しちゃって違うで靴靴。いやもう,もうごめんなさいこの際靴はどうでもいいです。はい綺麗です綺麗ですはいです。ごめんなさい靴はもう本当にとっかかりにすぎないんです。とぐらいのぐっといけるこの彼女がもう伝わっているからどういうユーモアかっていうところを。だからそこまで本当は踏み込んだ方がいいんだけども。 まあそこまでいかないにしてもそのこのパターンで来くにしてもあ,しです、ね、<laughs> あの靴もうねいやちょっと今失言失言失言うんここねいや失言あ失言しちゃったとかこうちょっとぐっと息を出しながらね言っていくとドーンと大きくなるんですよはいだからそこですねうもう綺麗だなと思ってどこのやつどこのどこのやつ ここがパン君の中でプレイヤーの中で靴の掘り下げに入ったじゃないですか。ここがプレイヤーの中でどうでもいいことっていうふうに認識してるっていうことがすごい大事。ここから真面目にその靴の会話を掘り下げようと思ってたとしたらそれは女の子から見たらちょっとやばいやつに映るんだけどはい話をつなげていくためにどうでもいいけどそこを掘り下げてるっていう認識があるとこれは いいただしいで、それはどういうことかっていうと戦い,い,、はい、い見えする、あおねえさん履くと高見えすんねえ、やもうめっちゃいい靴、で、そのいい靴履いてどこ行くんですかえ、買い物、え、この靴履いて、ただ買い物に行くんですか、お茶じゃなくて。とか、そういうふうに持っていく。 でそ,のそういう展開をしていく、要は最初に特別紙をパンと押さえてるじゃないですか。だから、で噛み合いもできましたで、その後にもオファー持っていくんだけども、その時にこの共有スペース、靴を掘り下げていくとこと段階で、パン君自身がそのこと自体はどうでもいい茶番なんだって分かってるかどうかよ。そうすればつなげられるの、スムーズにね。だから やっぱりこのアプローチでも一回早めにオファーを売っておいて、それ前提で会話を進めた方が絶対にいいから。うん、だからここの2点かな。最初の入りは、あのー、おそらくパン君自身が思ってるよりも、結構いい、うん、女性の印象としてはね。うん。 だから、もっともっと言うコーデを上げていくといいよね。そうすると、女の子が、わっってなって声かけてきて、靴かいっていうところの、ユーモアがより伝わるから、で、その中で徐々に特別詞を伝えていく。あー、ごめんなさい、失言しちゃったっけえ靴、靴はもうどうでもいいですよ、本当正直っていう感じで、靴を使ってからの、なんで私なのかっていうところを埋める言葉、特別詞に変えていって、 でそこからもう一回靴に持っていってもいいしその前に靴を一回もあの使ったところのままじゃあそんない,い靴履いてそんな高見えする靴履いて今日どこ行くんですかっていうようなところを入れていくともう彼女は分かってるからっていうこと、うん、そうすると、あのー、もっともっと、えー、気持ちのいい女の子から見て気持ちのいい連れ出しになっていくからいい感じだと思いますよはい。 初期の頃から比べたら、本当にやろうとしていることの意図がすっきり分かってくるし、イコールそれは女子が伝わりやすいってことなんですよ。で多分、パンク自身もそれは分かってんじゃないかな。その、最初の頃はさ、こう何をすればいい、何でこのためにこれをすればいいのかっていうのも分からない段階だったんだけど、今自分がこう対女性に対して、今その場面で求められてることっていうのが分かってきてるから、うん、いいと思いますね。 今後に期こうでは、あとやっぱりこう、例えば、いつも思うんだけども、例えば3月、4月とかでこうで整えた人がさ、やっぱりこう、分かってる人は、5月末ぐらいに、ゴールデンウィーク前ぐらいに、ゴールデンウィーク前じゃねえな、5月末か、5月末ぐらいにはあの、だんだん気温上がってきたんで、この先どうすればいいですかとか。 あの靴はどうなりますかとか、やっぱそういうの聞いていくんだよね、分かってるから、うん、そのコーデコンサルを通じて、あの要は、なんて言うんでしょうね,ね、全体に馴染む、要は早い女の子たちってのがどうなっているかっていうのをよく見るようになる、でそうすると彼女たちがどん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 こう白、ペールカラーに加えて、白とかアイボリーとかそういうのを使い始めてるとか、靴がどんどん軽くなってるなっていうのが分かるんですね。 で分かるから、あれ自分、これじゃダメじゃないって思う。で、そこでじゃあ、コーデのベースは整ってるから、じゃあどこを引き算したり、何かを変えれば、選手交代をすれば、もうそのままいけるのかっていう、<laughs> そういう気づきになってくるのね。だから、やっぱり、なんていうんでしょうね、う察知しておく。 っていうそういう感覚っていうのがすごく大事ですから、その気候とか季節っていうのはもうそれ完全にそこなので、はい、こういったものに対してコーデコンサルを受けているけども、一番ダメなタイプは、じゃあ、冬とか4月、3月とかに受けました、ね、で、完成しました、そのまま来てる人ね、もうこれはもう本当にセンスがないと思ってください。何も学んでない。はいその その時は反応も良かったでしょ。当たり前ですよ。そこでアジャストさせてんだから。だけど、やっぱ気温が上がってくるにつれて、そこに対して合わせていかなきゃいけないから、当然。なぜなら、うもうモテる、こだれた人たちはみんな自然とそれやってる、当たり前のことだから。それやんないと、異常者だと思われるからね、マジで。だそういうところだけでもこう、あらが分かるんですよ。自分がどの程度のもんかっていうのが。だそういうところもちゃんと引き続き詰めていく。で、ずっと続けてれば、 本当により安くなるわけですよたった1アイテムの入れ替えとかで済んだりするわけだからあるいはパンツの、ね、タックインの出し方変えたりタックアウトにしたりとかそういうだけで済むからでそこを怠ってるから硬い頭でどん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 時間が経っていってまた一からになっちゃうっていうね俺なんかだって本当はコーデコンサルもう進めたくないんだよだってあれサポート無料だからね俺大変になるだけだからこんなこと言いたくないんだけどでもやっぱり やっぱりその、なんていうんでしょうね、僕がこう普段遊ぶような人たちとは、もうね、その頃からこう夏、サンダルの話とかで盛り上がってる中、もう全然そういうのが分かってない人たち、もう圧倒的な格差なんですよね、そこはね。まあ、そ,れだからかそういう感覚自体をやっぱり変えていかないと、じゃあ、みんなが目指すような女子に響く人間性キャラになれるかって言ったら、絶対なれないから、はい、世界が違うんだよ。うん そこをうう合わせていくっていうのがコーデコンサルの大事なところなので、はいえー、そのままにしてる人はちょっと反省した方がいいと思いますでは解説終わりますありがとうございましたご視聴ありがとうございましたぜひチャンネル登録お願いします